宇都美構造宇都美構造昭和10年12月7日は、神奈川県出身の国文学者、歌人。号は月上。神奈川県生まれ。1898年に東京帝国大学国文化を卒業。早稲田大学等の講師を経て1904年、明治大学講師に就任、後に教授。また、落合直文の短歌結社、先行者に参加し、 歌人としても活動した。平家物語や包丁記などの注釈書を表しており、特に、つれずれ草を健康の一大市民論とした、つれずれ草表釈で知られる。1910年に、明治大学公式野球部が創設されると同時に、部長を務めることになった。さらに1911年に展開された野球外読論に対しては率先して反論し、演説会で、 まず、ビューケンをされなどと説いた。1929年に野球部部長を辞任後も、東京六大学野球最高顧問として、総計戦復活に尽力しつつ、1935年には、名古屋金社地軍の結成にも関わるなど幅広く、活躍した。1973年に、野球殿堂入り。2006年に完成した、明大野球部練習グラウンドは、 島岡義郎と共に、明治大学、島岡、内海ボールパークと命名されている。大衆人事録、第5版、1932年。デジタル版日本人、明大辞典プラスハット ABC、野球伝道2 0 1 2ザベースボールホールオブフェーム P39。ありがとうございます。